今日はですね、3月8日に新登場したバンダイのガチャガチャ、こちらを引いてきましたので、ちょっとご紹介したいと思います。イエーイ。はい、というわけでですね、こちらが、景品なんですけれども、ちょっとどういうものか紹介します。はい、バンダイからこんな感じで4種類ですね、エコバッグが登場しました。ジョークールが50周年ということで、ね、正直ね、もう私はね、絶対にこの白いやつ、これが絶対欲しいと思ってちょっと回したんですよ。そしたらなんと、まだ開けてないんですけれどもね、このベルトです。じゃーん、出ました。4分の1の確率 25% 私は引きました。はい、というわけでね、今からもう開けていきたいと思います。もうよかった、一番欲しいやつがね、一発で当たるのは最高ですね、本当に。はい、はい、じゃあ開けまーす。ちょ、ガチャガチャのさ、この開け方よくわからないけど、どうすればいい。あ、開いた開いた開いた。はい、出ました。じゃじゃーん、ジョークール。いやー、めっちゃ可愛いっしょ、絶対。はい、まずこんな感じで、こんな小さくなるんですね、これね。はい、これがエコバッグ。それからこれがそのエコバッグを止めるベルトです。めっちゃ可愛くないですか、マジで。ちょっとこれ今から広げてみますね。じゃんじゃん、ちょこちょこちょん、ちゃん、やばい、めちゃめちゃ可愛いかも、マジで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 、うっ、じゃじゃーん、可愛い、やばいやばい、めっちゃ可愛い。からの裏いきますよ。で当てれたのはもうめちゃめちゃ運使った気がしますね。うわ、かわいい、なんか思った以上にかわいいです、これ。はい、で、このベルトもちょっと開けますね。はい、こんな感じのベルトになってて、これをちっちゃくね、折りたたんでこんな感じでしたら、このベルトでこうやって止めておけば、うわー、でこれをキーホルダーついてるんで、ね、カバンに吊り下げとけば、ね、必要な時に使える、めちゃくちゃ可愛いエコバッグという、いや最強やん、マジで。はい、これですね、1回500円です。ちょっとね、高いかなって感じる方もいると思うんですけど、私はね、これ妥当というかお得やと思いますね。めちゃめちゃ可愛いし、やっぱジョークール50周年ということで値上げやしね、めちゃくちゃ可愛い。や、これはマジめちゃくちゃいいガチャガチャだと思います。はい、はい、それでは皆さんもこのガチャガチャやってみてください。またスヌーピー紹介します。バイバーイ。